映画学科の入学者選抜には総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜の3種類があります。総合型選抜は2020年度までは AO 入試と呼ばれていた入学者選抜になります。この試験には学力検査はありません。まずエントリーシートを提出してもらい、そのエントリーシートの通過者に入学者選抜が行われます。エントリーシートの提出までは、受験の検定料はかかりませんので、ぜひ応募してみてください。試験の内容はコース共通の小論文試験と面接試験、それからコース別の試験になります。コース別試験の内容は細かく発表していませんが、記述試験や実技試験、批評などを含むと考えてください。入試案内の方に前年度の試験の内容が載っていますので、参考にしてみてください。学校推薦型選抜は2020年度までの公募制推薦と変更になっている点があります。それまでは学習成績のほかに実作経験が必要でしたが、2021年度からは学習成績のみとなっていますので、間口が広がっています。ぜひチャレンジしてみてください。試験内容は映像表現理論コース、監督コース、撮影録音コースは小論文試験、演技コースは実技試験があります。どのコースも面接試験があります。最後に一般選抜についてです。一般選抜では外国語と国語の学力検査があります。学力検査の後専門試験になるんですが、専門試験では学校推薦型選抜と同様に映像表現理論コース、監督コース、撮影録音コースは小論文試験、演技コースは実技試験があります。また全コース面接試験があります。小論文試験の対策をどうすればいいですかというような質問をよく聞かれます。入試案内で前年度までの試験内容を確認していただければわかるんですが、小論文試験にこれといった傾向があるというわけではありません。映画や映像の知識を聞いているというわけでもありません。出題意図をしっかり理解し、その読解力や基本的な文章能力、論理的な思考能力を見られていると思ってください。面接試験の対策についてですが、面接試験では自分の思いをはっきり伝えて、質問には端的に答えてください。普段通りの姿を見せてくだされば良いので、リラックスして臨んでください。演劇学科の演技コースと映画学科の演技コースの違いというものはよく聞かれるんですけれども、俳優として表現するところで一番重要な役作りや、シナリオ分析力というものを養う授業は、両学科とも共通でありますが、4年間の集大成としてどの場所で表現をしていくのか、映画学科だったらば、カメラ前でのお芝居、そして、演劇学科だったらば舞台上でそのお芝居を表現していくというところでの、違いがありますので、それによってこう4年間どのように過ごしていくのかというところで授業内容にも違いがあります。実技試験の内容は発声と動作の2種類です。発声は書かれてある文章をしっかりと理解して、はっきりと滑舌よく試験官に伝えてください。無理に感情を込める必要はありません。動作は試験内容をしっかりと頭の中に入れてもらって、内容に書かれてある状況や感情を仕草のみで表現してください。仕草のみといってもパントマイムではありません。私たちは、皆さんの持っている、気持ちというものがしっかりと表現できるかどうかの素質を見ています。この2種類合わせてだいたい5分程度の試験時間です。試験問題を配られてから、10分間の練習時間があります。更衣室は特に設けていませんので、普段着で動きやすい格好で試験に臨んでください。
映画学科の施設は撮影スタジオが5つ、録音スタジオが7つあります。フィルムで撮影された素材は現像機室で学生が現像します。現像されたフィルムをデジタルのフィルムスキャナーでスキャンを行い、編集やカラーコレクション等を行っていきます。デジタルシネマに特化した機材や施設も充実しており、授業等で使っていきます。プロフェッショナルの現場で使われるカメラ、録音機、映画館で使用されている DLP のプロジェクター等で試写、作品審査なども行っていきます。監督コースの特徴的な授業ということでいうと、コースの根幹を成す科目である映画演出、これが一番特徴的な授業かなと思います。映画演出の授業では演出クラスとシナリオクラス、これを同時並行で行っていきます。で、演出クラスの方では映像の文法からスタートして、ドラマやドキュメンタリー、こういったものに取り組みながら映像を使って物事を語るということについて追求していきます。同時にシナリオクラスの方では、映画の土台となるシナリオ、このシナリオを実際に執筆する、そういったことを通して物語を想像する能力、それとともに理解をする能力、こういったものを深めていきます。映像表現理論コースでは2年次以降にどのような専攻の分け方をするかという質問がよく聞かれます。基本的には本人の意思を尊重します。ただ人数制限などもありますので、出席状況や課題提出の期限厳守など、そのようなことも鑑みながら本人と相談の上決定していく場合もあります。アニメーションを勉強したいのですが、どのコースにすればよいですかという質問を受ける場合があります。映画学科にはアニメーションを専門としたコースはありませんが、複数のアニメーションを学べる講座が用意されています。また実際にアニメーション制作の現場ではたくさんの卒業生が働いています。アニメーションの作品創作がしたいということであれば、映像表現理論コース、監督コース、撮影録音コースでは3年次の実習、また卒業のための作品でアニメーションを制作することができます。